はい、皆さんこんにちは、リード直樹でございます。というわけで今回はですね、不動明王会を、ミラティブ配信でやったのを後付けで解説していこうかなというふうに思います。で、パーティーなんですが、進化ガブの重進化が4体の艦隊ですね。で、ちょっとミラティブのね、見に来てくれた方の音声とか入っちゃってるんですけれども、そこら辺はご了承ください。ではやっていきます。全然やります。大丈夫大丈夫だって。で、まあこれ気をつけたことなんですけれどもとりあえず友情でアビロック雑魚を倒すっていうことですね。で、艦隊だとやっぱり内部弱点あるんで結構削ってくれますね。これチョアンでもあるんでしょ。やばい、まあ、やばいしか言えてないんですけど、この時はやっぱりなんかあれですよね、想像以上にやってくれたんで。で、そんななんか難しいっていう場面もなかったし、まあ運が良かった場面も何個かあるんですけれども、それでもなんか普通にやれたんでいいのかなっていうふうに思います。こいつ強いぞ、すげえぞこいつ。まあここちょっと上と下に分かれちゃったのがあれかなっていうのはありますけどね。それでもちょ、まあこれは運良かっただけですね、下に入れたのは。これあれでしょ、もうなんか語彙力ないですねこれ自分で後付けで見るとあれですけど。で、これ確かね、真ん中のやつ倒すのが遅れちゃって、左のねアビロック雑魚が結構回復されちゃうんですよね。で、まあちょっとこれで殴ろうと思って上上がろうとか思ってたと思うんですけど、そこに配置できたら上がれないですね。真ん中さえ倒してしまって配置とか言ってるんですけど、これ配置じゃないですからね。多分左の右上かな。いいんじゃない。右のなんか隙間から抜けようと思ったんですが、多分それがうまいこといい位置に配置できてよかったんじゃないかなということですね。まあこの時の多分僕はガブリエルの重心化艦隊でここクリアできると思ってないと思うんで。半信半疑でやってたと思うんですよね。しかも一発目だし、これ。ありだよね、1は。ただ、ここで1ありだって言ってるんですけど、多分1だと、友情だけで削るっていうの無理だと思うんで、まあ、艦隊だからできることですよね、これ多分。ただな、これやってて思ったのは、剣があるぞ、剣があるぞ、殴れ、貫通いた方がいいかなっていうふうにはやっぱ思いました。貫通がいるとやっぱり、何なのこの人たち、あれですね、楽なところがありますね。まあ、この時多分僕も結構なんか友情で削れてるんで興奮しててそこまで考えてないと思うんですけど、まあ今見てみるとやっぱ貫通、ね、やべえ 4P やべえ位置におる、やべえ位置におるんだけど、これ 4P の火力はちょっとやばいっすね。それな、これ防御アップしててこんだけ削れます。防御アップしてるよ防御アップしてますけど大丈夫ですか。防御アップしてるんだけどこんぐらいで、ここ SS ですね。いいんだよ、どうなってんだよこいつ。まあ、SS でちょっとここ多分やってるんですね。 SS で多分雑魚処理した感じかな。次の 4P やばいでしょ、1。多分この時ミラティブちょっと重かったんで、それで多分飛んじゃったのかな。次の 4P 多分飛ばすぞこいつ。はい、で飛ばしてやりたい放題だな。で、まあ、ガブの SS 結構打ってっちゃってもいいのかなっていうふうには思いましたね。
その、なんていうのかな、何がす、まあ、友情でこんだけ削っていくし、暴虐しても普通になんか火力入ってたし、いいんじゃないかなっていうふうに思います。やってんなこれ。やっぱ艦隊だとなおさら輝きますね。削るね。反射でいける時代になっちゃったか。ガブチャレンジですね。確かに今言ってもらったようにガブチャレンジしてますね。ストライクショットで、これ多分そんなに削れる、これ多分ね、あれなんですよ、普通に防御アップしてることを知らずに打ってますね。もうやりたい方だ。多分気づくのはこの後じゃないかな。ここでやっと気づきますね、防御アップしてることに。まあ、なんでダメージ入んねえだろうと思いながらやってたと思うんですけど、ここでやっと防御ダメに気づくと。普通もうちょいダメージ入んのになっていう感じでいるんじゃないかな。でこれ角狙って下入ろうとしてるけど、そんな隙間があるはずもなく。殴りおかしいやつが俺めっちゃ削ってますね。でここは良かったですね、あの上のやつのあれがシールドがいい感じに働いたやつですね。ちょっと待って、ボスまで来たんだけど、この時点でボスまで来たって言ってるんで、多分ボスまで来れると思ってないんですよね。そうですね、今言われた通りシールドがなかったら割とやばかったですね。そうね、シールドなかったらやばかったね。まあこっからね、ちょっとやっぱりボスの削りが結構きつくてっていうところがあって、 でここで1本 SS 打つんですけれども、ただ SS 打ってもそのなんていうのかな、 SS じゃなくここで2本 SS 打たなかったのはまあ大きかったかなっていうところですね。そんな食らわなかったわ。 1P の SS 打つんかな、打つか、あ、打ちますね。ストライクショット雑魚処理で使いますね。ただ強えんだな、次のやつ打たないとやばいんで、多分ここも打ちます。あ、消えた。で、これ攻撃力アップと上ダメをあるんで、ゲージミスっちゃったんで、ここの削りがちょっと怪しくなっちゃってるんですよね。いや、ここのゲージミスした時はもう負けたと思いましたね、普通に。いてー。で、霧で死にかけるけど普通に回復が湧くっていう、金波が湧くっていう、まあここはちょっと運良かったですね、普通に。なんとかなった話。これどっかで SS 打たないと。そうですね、どっかで SS 打たないとっていう感じですね、この感じだと、普通だと。ただこれ SS どっかで打つわ、多分打てるよね。ピクピクしてるのは、あの即死が右下なんですけど、多分この時左上見てるんで、あ、もうこれ即死来るし SS 打たなきゃって思ってますね、これは。なるほど、ギリ戻ってくるから。で、ここで多分殴れないんで友情出してますね。ちょ待って、友情で結構持ってってんの笑うんだけど、いや、こいつ打たなくていいな、次のガブ打てばいいから、こいつは打てなくていいわ、ね、次のガブ打てばいいっていう発想ですね、これは。ただここの削りで結構削れたんで、あ、これちょ待って、これ普通にいけるくね、打たなくてもいいってなって打たないですね。で、この時の 4P の配置が結構完璧で、この時不動明王が右の待って、 4P またもやばい位置に俺、そうですね、右に来るので 4P いい位置にいますね。
これどっちに打つのが正解なんだ。本当はここで SS 打って突破 したいと思うんですけど、 SS 打っちゃってるんで打てないんですよね。なんでこれ多分上に打ったんですよね。上だよな。で上に打ってちょっと削りは削、ね、まあこんだけですね。まあでもこんだけ削れるんだったら普通にいいと思います。そこまで期待はしなかったけど削るね。でここで多分友情を出しますね。友情狙いに行ってますね。で次 SS ここは打たないかな。次の次 SS 打っちゃうか。ここは打たないですね、さすがに。本当はこれ回したいんですけど回す余裕ないんですよね。次 SS 打てないんで。それはちょっと、ただここで SS 打っちゃうんで 4P の位置がずれちゃうよと。ただここの SS で防御アップあるけどこんだけ削ると、火力がおかしい話、まあ、これ1段階目っすからね。普通に火力がおかしい話なんだな。一応次の次で倒して今次の次であれがも溜まってくるんで、まあ、フォルテはな、フォルテはここのために作られたようなもんなんで、作られたキャラでもあるし、フォルテもここのためだけに作られてるみたいなところあるんで、まあ、フォルテより火力出ないっていうのはまあ想定内かな。やばくね。ただ防御アップしてるっていうのを加味するとまあフォルテより 出てるとは思います。攻撃力アップもあるしね。 SS 戻ってくんのこれで。そうですね、 SS 戻ってきますね。 SS 戻ってくんの、 SS 戻ってくんのやべえ。で多分この打ち方的にあの真ん中に湧いた剣を取りたいんだと思います思うんすよ、その撤退した後に。ただ思った以上に削れずにスピードも足りなかったっていう話ですね。で次いやー 4P1 完璧、次の 4PSS 打つんですけど、これ上にちょっと行き過ぎちゃうんですよね。上に角度つけすぎちゃって、いきます、ストライクショット。ただここの削りも言うて、ここの削りが結構さすがに上もちょっとちょっと待って強い。これ本当は多分まっすぐ行ったと思ったと思うんですけど、多分ここ言い訳してますね。これブロック乗ってるよね。でここで SS2 本目打って、でこれも下にちょっと角度つけすぎてますね。強いわ。ちょっと待って、これやばい、これやばい。でちょっとここで SS 打つか打たないかみたいな感じになってますかね。え、これどうしよう。防御ダウンしてから打たなくてもいいか。ただ打たなくていいって言ったんですけど、多分真ん中入れると思って打ってるんですけど、これブロックにあれですね、弾かれるような角度になってるんでダメですね。縦で打った方が良かったんじゃないかな。本当にやってても勝てそうな雰囲気すらある。上のやつ削れすぎて笑ったんだけど。でこれは多分上のやつ削るようなマロリングなんだけど感じになるのかな。雑魚が消えた。で雑魚消えて、やりたい放題やなお前。でやりたい放題ですね。もう負ける要素なくね。まあなんか巷ではそんなにガブのね、進化ベースの重心化強くないんじゃないかって言われてるんですけど、まあでも個人的に使ってみた感じだと普通に強いなっていうふうには思いました。駆動周りだよ、みんな大嫌いな不動界で普通に強いですよねこれだと。はいっていう感じでね、もう笑いしか出てないですねこれ。勝てる皆さん、まあこれは運が良かったですね。ガブが祝福をお知らせしてるからで、あれかな、新しい友情が手に入るという感じで、まあ、今回はこんな感じですね。
まあ、14分かかってますけれども、まあ、それでもちょっとガブのいいところは見せれたんじゃないのかなっていうふうには思います。ちょっといつもの感じとはね違うテンションで生放送をやってるんで、ミラティブでよろしければ見に来ていただけると嬉しいです。まあ、ツイッターでね告知は随時してるんで、よろしければゆっくり直樹っていうねそのミラティブの配信を見かけたら入ってきていただいて、気軽にコメントを残していただけると僕は喜びますんで何卒よろしくお願いしますという感じで、今回はあれですね、不動明王会にガブリエル重心化艦隊で挑んだ配信の抜粋でございました。ご視聴ありがとうございました。また次回もね、なんか面白いなんかや企画っていうかことをやったら、まあ、動画にしていこうかなっていうふうには思っていますので、その時はよろしくお願いします。それではさようなら。